毎度、徹子です。チャンネル登録をお願いします。隣国では、9月から仮想通貨取引所がライセンス制になるため、50余りの取引所が閉鎖する危機に瀕しています。大手取引所も閉鎖する可能性があり、最悪の場合、100万人以上の被害者が出るということで大騒ぎになっています。ニュースの詳細。9月末の仮想通貨取引所の申告期限を控え、取引所の廃業が予想されることから、被害の可能性がある投資家だけで60万人を超えるものと推算された。彼らが取引しているコインの規模は、1日約4000億ウォンに達し、被害金額がかなり膨らむものと予想される。4日、仮想通貨業界によると、すでに実名口座を開設済みの4大仮想通貨取引所の利用者は、重複を含めて計650万人に達する。次に規模が大きいコインビットが100万人、コエックスが80万人である。残りの中小の取引所利用者は約50万人と伝えられている。4大取引所は、9月末まで実名口座の契約が延長されたため、今でも申告はできる状況だ。実名口座を受け取れない残りの50余りの取引所が申告できず廃業することになれば、少なくとも60万人の利用者が被害を受けることになる。コインビットとコエックスで実際に取引をしているユーザーだけでもそれぞれ50万人程度だが、このうち 80% は重複ユーザーと分析されているからだ。投資者の被害金額を正確に算定することは難しいが、1日の取引額3000億から4000億ウォンが消えるものと試算されている。最近、国内取引所全体の1日の出来高が9兆ウォンを上回っており、このうち4大取引所が約 96%、 残りの取引所が 4% を占めているという。4大取引所も生存がおぼつかない状況だ。もし4大取引所のうち1つでも届け出ができなければ、被害者は100万人をはるかに超え、蒸発する取引代金も超単位に拡大する見通しだ。仮想通貨取引所の連鎖廃業は、金融当局が先月実施した現場コンサルティングの結果からもある程度予想されていたことだ。金融当局関係者は、コンサルティング結果は非常に残念だったとし、主に取引所を補完する部分についてコンサルティングを行ったと明らかにした。また、この関係者は、取引所が大きいからといって必ずしも有料ではなかったと述べ、閉鎖される可能性もあることを示唆した。とのことです。あかん。隣国では、仮想通貨取引所に、マネロン対策とライセンス登録を義務付ける法令が施行されていて、事業者は、今年の9月24日までに、当局から認可を受ける必要があります。認可されるには、銀行とパートナーシップを結んで、ユーザーの実名口座を開設することが、条件の一つとなっています。でも、銀行側が仮想通貨取引所との提携を避けているので、すでに提携銀行を持つ大手取引所以外の中小取引所が壊滅するかもしれないんです。実名口座の開設ができる4大取引所以外、残りの50以上の取引所が全て廃業した場合、影響を受ける投資家が60万人に達すると推測されています。申請書の提出期限まで残り2ヶ月を切り、すでに実害が出ていて、中規模取引所のいくつかは事業展開を諦めてサービスや事業の閉鎖を発表しています。1日の出来高のうち 96% の取引が大手取引所で行われているので、50以上の中小の取引所が閉鎖されたところであまり影響はないのかもしれません。しかし、大手取引所もライセンス登録ができず閉鎖する可能性があるということなので、予断を許しません。ちなみに、他にも取引所が壊滅するかもしれない不安材料があります。金融規制当局は、仮想通貨取引所に対して違法行為の疑いで捜査を行っています。金融委員会 FSC は、不正な口座を使用していたとして11の取引所の取引を停止し、起訴する計画を立てているみたいなんです。 FSC は、公正な金融取引の慣行を確立し、金融事業者の保護を目的とした隣国の国家行政機関。捜査対象になっている取引所はまだ明かされていないのだけど、もしも起訴されれば、取引所が閉鎖に追い込まれる可能性が高いと言われているんです。さらに、政府は、
脱税の疑いのある市民の保有する仮想通貨を没収できるように税法を改正することを検討するなど、仮想通貨関連の脱税取り締まりを強化しています。これまでの規制でも取引所に預けられている仮想通貨は未納の税金を支払うために押収することが可能だったんだけど、改正によってデジタルウォレットに保管されている資産についても没収が可能になるそうです。出生率は数年連続で1を下回っていて、2020年は世界で最も低い出生率を記録しています。高齢化も急速に進んでいるので、政府は必死になって税金の徴収を強化しているのかなって思います。こちらが韓国の反応です。結局みんな4大取引所を利用することになるだろう。こうやってコインのインフレーションを抑えるんだ。他の取引所に乗り換えればいいだけだ。このような状況になるまで取引所を放置した責任を取って、ウン・ソンス委員長は辞任せよ。金融委員長としての役割が分かっていない。おそらく事態の収拾をまともにできなくて、より問題は深刻になるだろう。税金の取り立てが激しくなっている。投資家を保護するつもりは一切ないらしい。4年前からずっとやっていた人はたくさん稼いでいる。住宅価格が上がり、夢も見られない時代の中で生き抜くためにはコイン投資が必要なんです。国が仮想通貨を使うなと言っても言うことを聞かずに仮想通貨に投資する人たち、こういう人に限って投資金を保証しろという。コインをお金を払ってでも買う人たちがいることに驚いた。コインでお金を儲けたという20代の子たち、楽して稼げるという話に騙されないで。誰かがビットコインに投資しろと囁いたようだ。80年代のように大企業の入社競争率が一桁で銀行に預金ができる。何年か働けばソウルに家を買うこともできた。平和な時代にはコイン投資をする人もいなかった。誰がコインに投資しろと言ったのですか？行動には自由と責任がある。政府はずっと前から警告している。コインの暴騰を望んだのなら暴落も感受する覚悟をしなければならない。まともな若者ならしっかりとした価値観を持ち、自分の手で汗を流して稼いで生きていく考えをしなければならない。仮想通貨自体が自ら増殖するのではなく、他人の懐をはたいて自分の懐に入るようにする論理だということはすでに知っているはずなのに、暴落を恨むのか。働いてお金儲けしよう。ギャンブルにお金を突っ込み、そして使い果たした。それだけのことです。以上が国民の反応です。投資はどこまで行っても自己責任です。でも隣国のことなので、取引所が閉鎖されて損失が出た、保証しろなどといろいろ理由をつけて騒ぐはずです。今後の展開が楽しみですね。最後まで見てくれてありがとうございます。